吉住さんですよね。はじめまして、ひとみです。そこ薄かったいよ。また会えるよね。あれ、それ着ていい？痛いかな。え？痛いの好きなの？ダメだよ、そういう時は。どっからどう見ても女子高生だよって言わなきゃ。あ、そうだ、これ着てくれない？え？いつも持ってるのかって？ううん、今日は女の勘。こうすると同級生みたい。ねえ、今度会う時これ着たままやってあげようか。そっか、その一線はまだ越えられないか。じゃあくんづけで呼んでもいい？だって私たちまだ一線は越えてないんだもんね。吉住くん、ねえ、いつか私たち一線越えたら、その時はお祝いにプレゼント欲しいな。バカだな、宝石なんかじゃないよ。私が欲しいのはローファーの靴。ねえ、いいでしょ。あ、それでね、私絶対浮気はしないから、吉住君に会う時しかその靴は履かないからね。そうだ、その時は下着もキャラパンがいいよね。